はい、こんにちは。というわけで、愛してやまないダックスなんですけど、今回は、販売して、で、そのオークションの売り上げの、全額をね、寄付しようと思います。まあ理由はね、あのサブチャンネルの方で喋ろうかなと思ってるんで、理由聞きたい人はそっち見てもらって、で、現状とりあえずバイクの説明を、したいと思います。とりあえずね、この間やったエンジンは、ピストンとピストンリングは新品にしたんですけど、シリンダーが、まあ中古のまんまで、縦筋がちょっと入っててね、そこのせいだと思うんですけど、煙が、まだ消えないです。調子はいいんですけどね、煙が消えない。あと、ローダウンした関係で今ね、チェーンガードに擦ってて、じゃらじゃらうるさいんで、そこら辺もちょっと調整してください。それから、ローダウン量はね、フロントが5センチ。で、後ろが260ミリのサスが入ってるんで、後ろは何センチだ ?8 センチダウンなのかなぐらいダウンしてます。乗り心地はそんなに悪くないと思うんですけど、飛ばすと多分突き上げが結構あるかもしれないんで、まあ飛ばすようなバイクじゃないんで、のんびり走ってください。ブレーキはまあなんかこのバイク特有のって感じですね。効きもせず、効きすぎもせずっていう普通な感じ。で、電装系は見てもらったように全部ついたりします。で、音も鳴ります。あとね、インジケーターのランプも一応全部新品に変えたんで、全部光ります。特にだからね、不具合っちゅう不具合はね、今のところないんですよ。煙吐くぐらいかな。で、あと今、センタースタンドで立ってますけど、ローダウンしてセンターなんで今めちゃくちゃ、つんのめっちゃってますけど、ショートサイドスタンドを持ってるんですけどね、あとでちょっと画像出しますけど、すげえかっこいいサイドスタンドがあるんで、それをつけて、お渡ししますね。で、逆サイド、まあ、こんな感じで、ここはね、塗りました。あと、このエアクリーナーは、自前メッキかけて、鈴のメッキになってます。反対側のワイヤーブランケットもね、動画で出しましたけど、ここもメッキかけて、すごいね、いい感じに光ってますよ。あとはチェーンガードがね、さっき言ったみたいに当たるのと、で、スプロケットはフロントが今17丁入ってますけど、まあ、加速は悪いです。ただ40キロぐらいで走る分には問題ないとは思います。で、リアのね、スプロケとチェーンは、まあ、変えてもいいかな。って感じですね。あとはね、特に本当何の、不具合もないので、キャブレターもオーバーホールはまあ動画で出したみたいにしてて、オーバーフローするかもしれないんで、止めてるときはシャットダウンしてください。そんぐらいかな。でね、ちょっと待ってね。じゃじゃん、ほら見て、めっちゃかっこいいこのサイドスタンド。ワンオフらしいんですけど、ホンダのエッジマーク入りに改造してあって、ショートサイドスタンドで、このダックスの車高にはぴったりっぽいんですよね。で、僕のダックスはね、ちょっとサイドスタンドの、形式がこれじゃなかったんで、今これがつくステップ周りを、オークションで買ったんで、それをつけます。ただ、シャリー用かなんかでね、このね、加藤式じゃないんですよね、来るやつは。もう固定のやつで、で、ステップの根元ら辺からこれがこう生える感じになるんで、これつけてお渡しします。で、センター使いたい人は、センターもね、短くカットしてつけてください。あ、センターはあれか、このステップじゃないとつかないのか。だからセンターはキャンセルですよね。あとはね、特にないかな。で、一応、ペイントは前も言ったみたいにオリジナルペイントで、もうくっきりね、刻印が見えるので、一度も塗り直してないやつです。なので、ここら辺のステッカーとかもこれ全部当時物で、
のロゴとかね、鍵も純正、ほとんどいじくってない、何にもしてないね、よく見りゃね、このバイク。で、これね、70年代ぐらいだと思うんですけど、サイケデリックペイントの東尋門のサスです。新品かな、新古品だと思いますけど、すげえね、なんか雰囲気いいなと思って、こんな感じですね。で、エンジンの腰上オーバーホールなんかは、まあ素人仕事なのであんまり期待しない方がいいと思います。一応走ってますけど、てな感じで、あとはこのキャリアか、キャリアはね、なんか多分12ボルトのダックス用なのかな、ちょっとねステーがこう足りてないんですけど、まあ一応なんかついて、ハンドルがうまいことストッパーになってね、このフォークのトップのネジだけで固定してますけど、十分かなって思うんで、そのまんまにしてあります。こんな感じですわ。はい、ざっくり紹介しました。で、詳細の画像なんかはヤフーオークションの方にも、今回これ出すんですけど、ヤフーオークションの方に画像と、あと、ブログの方にね画像を貼っとくんで、ミシン踏みのバラットブログの方へ飛んでいただければ、見れると思います。で、気づいた方、今回、広告この動画に貼ってると思うんですけど、この動画から得た広告収益も今回全額、多分赤十字かな、まだちょっとね決めてないんですけど、志村けんさんのなんか動画収益全部赤十字だっていうんで、僕も赤十字にしようかなと思っております、今のとこね。なので、ちょっと広告多めに貼ってるんで、まあ、募金だと思って再生してもらえればと思ってます、ね、どんぐらいいくか分かんないけど、まあ、なるべく多くの人の、ね、目に触れて、で入札入って、まあまあいい金額になればね、いいなと思ってるんで、リツイート、拡散、リポストを、ぜひぜひよろしくお願いします。そんなわけで、また結果を報告したいと思います。では。